それでは時間になりましたので、計算科学技術特論 C 第7回目を開始させていただきたいと思います。今日の講師は物性研の五十嵐さんで、少し経路の違うライセンスっていうものについて、お話しいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京大学物性研究所の五十嵐です。今回、ちょっとライセンスについてという、漠然としたタイトルですが、書いてなかった副題として、物質化学シミュレーションと、オープンソースソフトウェア、オープンソースライセンスについて、少し、皆様に、ちょっと、お話ししたいと思います。で、あとで説明しますが、この、講義のマテリアル自体も、CC クリエイティブコモンズアトリビューション 4.0 インターナショナルと、もので、出したいと思っています。これを表示するマークがこれですね。で、まず最初に自己紹介と、ちょっと法律に関わるような話をするので、ちょっとした面積条項みたいな話をします。で、私五十嵐と言います。現在、物性研での計算物質科学研究センター、この講義をやっております CMSI の物性研の拠点の特任研究員です。CMSI としては、拠点研究員のカテゴリー D というものになってまして、拠点研究員のカテゴリー D というのは、ここに書いてあるように、なんかポータルサイト開発管理やアプリケーション公開普及で、なんかライセンス管理だったり運営だったりといったことがデューティーに入っているような、ポジションになっています。で、サイトとしては、物質化学シミュレーションのポータルサイト、マテリアプスというものの運営をやっています。で、私にもともとの研究としては、2005年頃からですかね、量子光子向けのシミュレーションソフトウェア、アルプスというものが、世界で開発されてますが、それの開発、あるいは普及に関わってきました。で、ライセンスについては、1999年、私が大学に入学した頃ですが、これから、ソフトウェアおよびライセンスに興味関心を持って、これまで、暮らしてきております。ただ、なので、それなりに、知識はある方だと思っていますが、一応注意事項として、私弁護士じゃないので、法律の話をしますが、完全なる保証はできません。そのことだけご了承ください。で、本講義、90分という、長いというか短いというか時間ですが、の目的としては、まず、ライセンス、ここのライセンスっていうのは後で説明しますが、著作権と関わってきているんですが、じゃあこの著作権って何だろうかと、特に日本の法律にのっとって著作権で何だろうかということを少し、お話ししたいと思います。で、あとは、まず著作権が分かると、最近、少しずつ増えているオープンアクセスジャーナルって何だろうかというところに話をしたいと思います。で、実はこのオープンアクセスジャーナルとオープンソースソフトウェアというのは、それなりに関係が実は あるものですので、そこから、オープンソースソフトウェアって何だろうかということの考えを知ってもらいたいと思います。で、ソフトウェアのライセンス、ライセンス、日本語に直すと許可するとか、そういうことですが、っていうのは一体どういうことなんだろうかということを分かっていただければというふうに考えています。で、最近では、物質科学の研究でも出てくる、よく出てくるオープンソースソフトウェアだったり、もちろんオープンアクセスジャーナルというのは、物質科学だけじゃなくて、現在のオープンサイエンスとかいうんですかね、そういった活動にもよく出てくることですので、そこで出てくるような話は分かっていただければいいかなと。いうふうに思っております。はい。で、とりあえずの参考文献ですが、角川書店が、角川インターネット講座というのを、始めてまして、そこの第2巻にネットを支えるオープンソースというのがあります。これまでいろいろ本を読んできましたが、この中でこの第2文第5章と第7章は、かなりそのオープンソースについて、の外観がよくできるものだと思っております。ので、よろしければ、ご覧になってください。
で、まあ、今回の話であまりしないですが、ここに出てきているこの山根さんと鵜飼さんっていうのは、まあ、オープンソースの、まあ、普及及び、まあ、定義とかに関わってきた、デビアンという Linux のディストリビューションがあるんですけれども、それの、日本での開発のコアメンバーの人たちです。で、それ以外にその独立行政法人の、まあ、情報処理推進法、IPA という、機関があるんですけれども、そこでも、弁護士さんなどを通じて、OSS、あと言いますが、これはオープンソースソフトウェアのライセンスに関する情報をまとめたページがあります。で、この下に、まあ、GNU の GPL のバージョン3の解説書、バージョン3だけじゃなくて、バージョン3とバージョン2の比較の解説書もあったりします。だったりとか、GPL 以外のオープンソースライセンスの比較、利用動向及び継承に対する調査、関する調査といった資料だったりですとか、他にも、オープンソースライセンスに関する座談会のその発表資料等もあったりする、ページで、ここが、しっかり書かれています。ちょっとその OSS ライセンスの比較、利用動向に関しては、少し2010年ぐらいのものですので、ちょっと古いんですけれども、一応、今でも、ライセンス自体はそんなに、こう、5年ほどは、大きく変動はないので、新しい、ライセンスが出てきたとかいう話はないので、シェアの問題はだいぶ変わってきましたが、説明に関しては、今でも通じる話になっているということになっております。そして、まあ、目次に戻って、ライセンスと著作権の話をします。まあ、ここでは、基本的にはソフトウェアを、まあ、公開することを考えていたりする人もいらっしゃると思いますが、ソフトウェアというのは、他の、例えば本ですとか論文と比べると、ちょっと違う特徴があります。例えば、部品の再利用や組み合わせっていうのが、まあ、容易で、まあ、いろいろ組み合わせて新しいものを作ったりとかしていきます。まあ、ここで挙げる例として一応物質科学のコミュニティなので、例えばこの LibXC といったような交換相関エネルギーを計算するだけのライブラリといったものを、他の DFT の第一原理計算のソフトウェアと組み合わせて作るですとか、まあ、そういったことが使われています。で、ソフトウェアというのは、まあ、後でちょっと出てきますが、著作権というその概念、日本での概念上では、プログラムの著作物として保護されるものになっています。これは、歴史で言うと、1980年代ですかね、に、それまでプログラムというのは、まあ、保護されないという話だったのが、アメリカと日本の貿易摩擦の中で、プログラム自体、ソフトウェア自体も保護されるものだという、風に変わっていった。ものになります。で、論文もその、なんだ、最近はオンラインジャーナルが増えていると、まあ、コピーのコストが少ないというのはもちろんそうなんですけれども、もともとのその紙の論文を考えると、例えば、図書館に行くですとか、図書館に行って1万円あたり10円から20円かけてしないと、コピーは手に入らないんですが、ソフトウェアというのは、まあ、コンピューター上にあるものというのはコピーのコストというのはすごい少ないものになります。なので、簡単にコピーできてしまう。ので、それを、まあ、有償でやるとなると、まあ、有償で、まあ、いわゆる商用ソフトと言われているものでしたり、シェアウェアといったものでしたり、といったものに関しては、なんか、契約をして、どういうふうな、どの範囲で使えるとか、どの範囲で、まあ、また、コピーしていいとか、悪いとか、そういうふうな制限をかけてやるものというのが、まあ、商用ソフトで、さらに有償のものになります。で、それに対して、まあ、オープンソフトウェアのサブスクリプションっていった、契約というのがありまして、まあ、オープンソースソフトウェアを使っていて、なんか困ったことがあったときにサポートを受けるですとか、なんか、特許に関する訴訟になった時にそのサポートをしてくれるですとか、まあそういったものを、有償でやっている会社というのも、例えばレッドハットとかですが、あります。
で、まあ、そのものに関しては商用ソフトと比べますと、まあ、商用は商用なんですけども、ソフトウェアの利用あるいは配布等に関する制限はより少ないものになっています。一方で無償のソフトウェアに関して言っても、そのこれから話しますオープンソースソフトウェアみたいなものは、まあ、制限が少ないものになっていますが、それに対して、そうですね、先週の渡辺さんの話にもなりましたが、いわゆるその Windows のところでよくあったフリーウェアといったものは、まあ、ソースコードやは公開されてなかったりとかしますので、まあ、ちょっと、オープンソースソフトウェアと比べると同じ無償は無償ですけど制限が多いものになっていたりといったように、ソフトウェアというのも、まあ、どういうふうに使うかということに関して、まあ、有償だったり無償だったり、あるいは制限、ソフトウェアの利用に関する制限があったりなかったりといった形で、いろいろと、区別というか、差が出てくるといったものになります。で、まあ、そこで最初一番左下に出てきた OSS オープンソースソフトウェアのライセンスといったものは一体何なのかと。で、さっき著作権の話をすると言いますが、著作権との関係というのは何なんだろうかということに関してですが、オープンソースソフトウェアというのは、契約の債権を権限、これはこの字で合ってまして、法律の言葉ですけど、契約 して使うという、許可をするといったものではなくてですね、著作権がベースになって、著作権を元として、ライセンスが書かれたものになっています。ですね、もうちょっとこの細かい話をするとですね、この辺の、日本だと、日本のその著作権法あるいはその民法あたりだと、このオープンソースソフトウェアライセンスをその契約とみなしても悪くないと、不可能ではないという話はあるんですが、ちょっとその、特に、イギリス、アメリカの英米法の文化では、契約にはならないという著作権法になってまして、まあ、そういう意味でそのコピーライト、著作権を、著作者が持っていることから、まあ、それをどう許可していくかということで、どう許可していくということを書いたものがオープンソースソフトウェアのライセンスであるというふうに思っていただければと思います。この図にあるように著作権っていうのは、まあ、広い範囲を、守ってくれる、守る権利なんですけれども、カバーしているんですが、まあ、その中で、ライセンスでどの分野を許可するかという範囲を書いていると。実行に関しては許可、明示的に許可をすると書いてあるライセンスも多いですけども、これに関してはちょっと日本では、オープンソースソフトウェアを、まあ、手に入れてそれを、自分のコンピューター上で実行するということに関しては、特にその許可がなくてもできてしまうといったことがありまして、まあ、あまりこれは許可したことにならないものもありますが、他にも、もらったそのソースコード、あるいはバイナリーコード自体を変更するとか、それをさらに、また再配布、頒布するですとか、また自分のところで、いくつかコピーをするですとか、そういったことに関しては、著作権で守られている。著作権が何も書いてなければ、著作権があるものに関してこういうことは、許可を取らないとできないんですけど、これをライセンスの条文で、いちいち著作権者に許可を取らなくても、こういうことを明示的に許可をするといったことを書いているというのがライセンスになります。この辺の資料に関しては、下に書いたアットマーク IT に、姉崎さんという方が、NEC の方なんですけど、まあ特に企業でのオープンソースライセンスの関して、ここ10年ぐらいですね、ずっと、仕事でやられておられて、よく、オープンソースソフトウェアライセンスに関する記事を書いて、おられる方で、まあ、そこの、このアットマイク IT のこの姉崎さんって検索すると、いろいろな記事が出てきて、まあ、そこでも、そのライセンスと著作権に関する記事というのがいっぱい得られると思います。ここからちょっと硬い話になりますが、著作権っていうのは、何ですかと。
法律上なんですかということなんですけど、これは、いわゆる知的財産権の一種です。で、これは、ここら辺がちょっと書いてないですが、ちょっとウィキペディアからの、まあ、コピーみたいなものですが、知財四権と言われるものがありまして、それは特許権と実用新案権と意匠権と商標権です。で、それとはちょっと別枠に著作権というものがあって、他に、回路配置利用権というのは、これは半導体の、回路の話ですね。で、育成者権というのは、これは、種や苗といった種苗法といったものになっていて、まあ、特許みたいなもんなんですけど、ちょっと種とか、苗というのは、同じものかどうかというのを判別したりするところで、ちょっと、今はその DNA 解析とかすれば、まあ、特許といったようなと同じようにできるんですけど、昔 DNA 解析とかできなかった時代に、特許と同じようにやると、その同じ種であるとか、その種の権利を守れなかったから別の法律になっているようですが、まあそういったものを合わせて、まあこの辺りが知的財産権で、守られるものと。いうことになります。で、著作権には、著作権を守るための著作権法といった法律がありまして、まあ、法律というのは大体第一条にどういうためのものかというのが書いてあるんですが、この法律は、著作物、並びに実演、レコード、放送、および有線放送に関して、著作者の権利、およびこの理に隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とするとあります。で、著作物っていうのは、まあ、一度に出てくる著作物の定義がその下に書いてあるんですが、これは思想とか感情を創作的に表現したものであって、まあ、文芸、学術、美術、あるいは音楽の範囲に属するものを言うと。で、我々のその、研究者として書く論文っていうのが、まあ、この学術を創作的に表現したものであるというのは、まあ、明らかですが、まあ、コンピューターのソースコードっていうのも思想や感情を、表現したもので、まあ、学術になるのか文芸になるのかちょっとわからないですけれども、まあ、そういうものであるということには変わらず、プログラムも著作権で保護されるものであるということがわかります。で、著作物っていうのは、実は、それぞれ別々に、定義されているというか、決まっていまして、言語の著作物と、音楽の著作物とか、まあ、ここに書いてある、ものというのが、著作物の定義になっています。で、赤字にしたのが、まあ、例えば論文ですとか、プログラムですとか、例えば、まあ、最近はデータベースというのも、著作物として保護されるものであるといったところになっています。まあ、それ以外にも、まあ、図形だけでも著作物としてなったりとか、まあ、写真、まあ、論文に書いたりとか、まあ、自分で撮ったりしますね。だったりとか、そうですね、プログラムの著作物を、自分で編集してより良いものにして配布するといったときには、まあ、それはある意味二次的著作物になるといったことになりますが、まあ、そういう意味でこの緑に書いてあるのが今日の話に関わるような、著作物の話になっています。で、著作権っていうと漠然となんか権利があるような感じがしますが、これは実は様々な権利の束です。著作権というのはいろんな権利に分かれています。はい。で、まぁ、ちょっと聞いたことあるかもしれませんが、大きく分けて著作者人格権といったものと、著作財産権といったものと、著作隣接権といったものに分かれます。著作者人格権というのは、公表権。自分が作ったものを、広く公表するためのしてもいいという権利ですね。あとその公表したものに人格として氏名を表示すると、あるいは同一性保持権といって、他の人がまあ著作者の意に反した形で、同一性を保持しないようななんかものを変えて、やってはいけないというような権利です。例えばこの同一性保持権に関しては、
日本の、クラシックの作曲家の人がですね、作曲した曲に対して、他の、あれは、いわゆる、なんていうんですかね、まあ、ロックだったりするのかな、まあ、いわゆる、ポピュラーミュージックの方の、作曲家、編曲家の方が編曲して、その CD を売ったりした時に、自分の思ったような、自分がその作曲した時に書いた楽譜とは違う楽器を入れたりして演奏したから、ドイツ政府事権を侵害しているといった裁判になって、それが認められたといった事例があったように、まあ、ドイツ、自分が思った通りの形で出せるということがあります。はい。そういう事件もあったりしました。で、この著作者人格権に関しては、実は譲渡不可能です。書いた人が持っているといったものになります。ただし、まあ、権利は権利なので、なんだ、これどうするかと、契約の時どうするかというと、著作者人格権を行使しないといったことをその契約書に書いて、まあ、ここの譲渡は不可能だけれども、ここは、今後問題にならないといったような形で、著作権の処理をしたりします。で、その下にあるのが、著作財産権ですが、これは譲渡可能です。これ、3つしか書いてないですけど、その他いろいろって書いてあるところに、すごいいっぱいあります。はい。まあ、ここで、ソフトウェア、あるいは、論文といったところで関わってくるのが、複製権や公衆送信権。これは、インターネット等ですね。だったりとか、譲渡権。まあ、著作財産権を譲渡するだけじゃなくて、その著作物そのものを譲渡するとか、まあ、そういった時に関わる権利というものだったりとか、まあ、これもそれぞれ別々の権利としてあります。で、譲渡可能といった時に、まあ、多くの場合、著作財産権を一括して譲渡したりしますけれども、そうじゃなくて、複製権だけ譲渡するですとか、公衆送信権だけ譲渡するですとか、まあ、そういった形の譲渡の仕方もあります。あと、著作隣接権というのもありまして、これは譲渡可能なものですが、まあ、実演家、まあ、音楽の方で言うと、例えば、ピアニストですとか、バイオリニストですとか、まあ、そういったものが、ある曲を演奏した、その演奏したものとか、そういったものの権利ですね。でしたりとか、レコード制作。あるいは放送事業者、有線放送事業者というのは、実は別々になってますが、まあ、似たようなものですね。が、まあ、どういうふうに、編集したかみたいなものも、著作隣接権としてあると。で、大事なことですが、著作権は、どっかに登録して出るとか、そういうものではなくてですね、創作された時点で自動的に、付与されるものであると。だから、自分、例えばソフトウェア側のアプリケーションを自分で書いたとしたら、もう書いたソースコードがある時点で著作権自体は成立しているというのが大事なポイントになります。で、まあ、著作権というのはもともとその本の出版とかからまあ生まれてきた権利なので、まあ、その著作権を考える上で最も考えやすいのが、まあ、論文のライセンス。論文っていうのは、まあ、本みたいなもんですからね。のライセンスについて考えるというのが、まあ、多分一番いいであろうということで、論文のオープンアクセスについてちょっとお話しします。歴史の流れとしては、逆なんですね。オープンソースソフトウェアがあったから、その論文のオープンアクセスみたいな話が、その後出てきたというのが、まあ、歴史の流れなんですが、ここでは、まあ、わかりやすいように論文のオープンアクセスの話です。もっと前から本当はあったんだと思うんですけど、2010年、僕の認識だと2010年頃からですね、オープンアクセス論文誌ですか、論文が増加しています。まあ、オープンサイエンスと言われるようなものにつながると、日本では、まあ、そういう、バズワードがあったりしますが、あとは、物理の分野で言うと、素粒子の方で、スコープ3ですが、素粒子の論文を、
まあ、オープンアクセスにするために、素粒子の論文に関しては、出版社に、資金を提供するといったものですね。例えば PRD かな、あたりの論文だと、基本的には、これで全部オープンアクセスになっているんだと思います。日本の、この間できた PTEP ですね。あ、下にも書いてありますね。も、まあ、このスコープの枠組みに入って、オープンアクセスで出ている雑誌になります。で、オープンアクセス論文誌と、オープンアクセスのものしかないといったものだと、物理だと PRX ですね。だったり、まあ、物理だけじゃなくて、まあ、全部で見ると、プロスワン。これ確か年間2万本ぐらいの論文が載るんでしたかな。そういうオンラインジャーナルがあったりとかします。で、PRB とか、PRE とか、まあ、物性統計とかで出てくる分野ですか。あるいは、科学の方の JAX とかでも、著者が、まあ、ちょっとお金を払っていられば、自分の論文をオープンアクセスにすることができます。で、はい。で、どういう仕組みになっているかと言いますと、まあ、論文誌によってちょっといろいろ異なるんですが、著者が、自分の論文をクリエイティブコモンズのライセンス、多くの場合 CC BY と書きますが、まあ、他にも CC BY、NC かな、うん、だったりすることもありますが、基本的には CC BY ですね。で、論文を公開すると、この CC BY というのは後で話しますが、これは、なんだ、この論文を勝手に集めて、まあ、実際はまあ、まあ、勝手に出版社が集めて、それを出版したりしても良いというようなライセンスになっているので、まあ、それに合わせて出版社が、まあ、編集して出版しているということになります。なので、オープンアクセスの論文というのは、著者が著作権を維持している。これまでのその論文誌の論文というのは、出版社に著作権を譲渡して、出版されていたということだったと思うんですけども、オープンアクセス論文に関しては、そうではなくて著者が著作権を維持するといった形になっています。で、ここで出てきたクリエイティブコモンズですが、まあ、これは、もともと、インターネット時代のための新しい著作権のルールということを目標に始まった話で、一応、ちょっと忘れました。2005年ぐらいからこの話が、僕は見ていたような気がしますが、まあ、2010年ぐらいからだいぶ使われるようになってきました。で、これは、ですね、自分で書いた、あるいは自分で作った著作物を、自由に他の人とかに、利用してもらうようにするための著作権者がどういうふうに思っているかということを意思表示するという、その意思表示の基準をいろいろまとめたものです。なので、著作権をとりあえず なんか論文を書いたりしたときには、まず、なんか、All rights reserved、 すべての権利が持ってますよという形で書くようになっていると思う。この C マークですね。なんですけど、あるいは、まあ、その逆でもう全部、私のもう、すべての権利なんかいらないと、ないと。いったときに、まあ、PD、パブリックドメインでしたり、今だったら、まあ、パブリックドメインするために CC0 といった財政がありますが、まあ、そういうものもあるんですけど、まあ、すべてを主張したり、すべてを放棄するというのはもう端なので、まあ、そうじゃなくて、その中のいくつかの権利は主張しますと。いったことを、明示するのが、クリエイティブコモンズライセンス。なので、まあ、パブリックドメインに近いところから、オールライツリザーブド、すべての権利を主張するところに近いところまで、まあ、段階を追っていくつかの種類がある。ということになります。なので、クリエイティブコモンズを、選択しているというか、まあ、ものに関しては、一部の権利のみ主張するということで、サムライスリザーブと書いたり
することがあります。で、このクリエイティブコモンズライセンスのいいところというのは、このライセンス、実際の、細かな文面までいくとかなり細かい文面になっていますが、ですね、で、中身自体は、その、何を言いたいか自体は変わらないんですけれども、実際のその、ライセンスの文章自体は、いろいろな国の法律の事情ですとか、弁護士によるその法律の、条文のチェックですとかを通じて、まあ、アップデートされていっていまして、で、日本で今有効なライセンスとしては、まあ、日本に向けて完全にこのクリエイティブコモンズを持ってきた 2.1 の時の 2.1 日本ってやつと、各国ごとにクリエイティブコモンズのライセンスが違うんだと問題だよねということで、だんだん新しくなって国際といったものになったんですが、4が、今年の春とかだったですかね、に出てきたと思うんですけども、を利用すべきであるという、クリエイティブコモンズは、まあ、基本的に、まあ、CC BY だったり、CC BY NC かなだったりとか、書いてもいいんですけども、書くだけでも十分なんですが、まあ、もうちょっとちゃんと書くなら、まあ、その中で、どの、クリエイティブコモンズライセンスを使うかといったことを書くときには、まあ、2.1 日本、または 4.0 国際、4.0 インターナショナル、だったりしますか？といったものを使ってください。一応 4.0 インターナショナルの方をお勧めします。で、さっきまで出てきたもので言うと、一番最初に出てきた、参考文献の、この辺、GPL の解説書とか、この辺の IPA が出しているものは、CC の、by NCND、IPA で書いたものだということを表示しつつ、再配布しちゃダメで、編集をしちゃダメと。ND がノンディストリビュートだから、こっちが、配布ですね。NC っていうのが、ノンコピアブルだから、そうですね、一応 IPA のどこから取ってきてねということですが、まあ、この文章自体は、まあ、の内容自体は表示した上で自由に使っていいということになっています。はい、で、まあ、クリエイティブコモンズの用語、なんか BY とか SA とか NC とか ND とか出てますが、そうですね、用語としては、いくつかあります。CC っていうのを書いたら、クリエイティブコモンズで、CC0 って書いたら、まあ、パブリックドメイン類似のライセンスということになります。で、なぜ by なのか微妙ですが、by ってのはアットリビューションを表して、表示という日本語になっています。これは、CC by って書いてあったら、現を使うときには、いくらでもコピーはしていいんだけど、現著作者と、変更点は、ちゃんと、使った時には書かなきゃいけないというライセンスです。で、SA っていうのがシェアアライクと言いまして、これ継承と言います。で、まあ、変更点を、まあ、出す時に、同等のライセンス。だから SA が付いているということは、この例えば CC by SA だったら、同じく CC by SA で出さなきゃいけないというものに、そういうライセンスです。この SA のアライクという、その同等というのがどこまで同等と捉えるかというのは、ちょっとまた難しい話なんですけども、最近のトピックスとしては、CC by SA の 4.0 と、さっき出てきた、これかな CC by SA のでバージョンの 4.0 というものが後で出てきますオープンソースの GPL のバージョン3 と、一方通行だけど互換性があるライセンスだというふうに法
法律家たちが、まあ、一応、まあ、そういうふうに思うようになったというのがトピックスとしてありました。あとは、NC っていうのはノンコマーシャルで、非営利でやらないといけないと。さっきちょっと間違えてますね。ごめんなさい。NC は非営利ですね。コピーはしてもいいですけど、まあ、それを売ったりしちゃダメだという話です。あと、ND っていうのはノンデリバティブ。だから、改変禁止っていうことですね。変えちゃいけないと。で、この中では、CC のバイとバイ SA だけが、フリーカルチャーライセンスと言います。これ何かと言いますと、これが、まあ、フリーカルチャーライセンスが、ソフトウェアの方でいうオープンソースライセンスとつながるようなものなんですが、まあ、自由に、使えるものと。まあ、営利的に使ってもいいし、改変してもいいと。なぜこの ND がないことが重要かと言いますと、例えば論文でも本当に改変しちゃいけないとなると、本当にその、例えば、ありがちですが、コンマとコロンが間違ってるとか言った時にもう変えられないわけですね。出版社が。なので、例えばあとはコンピューターに乗っている時に、フォーマットの変更をしたいといった時にも、それができなくなってしまうということがありまして、ソフトウェアの話でも、このクリエイティブコモンズの方の、その他の、著作物の話でも、この改変禁止というのは、ちょっとフリーカルチャーといったものにはちょっとつながらないという話になっています。さて、ここまでが、まあ、論文とクリエイティブコモンズの話だったんですが、ようやくそのオープンソースのソフトウェア、OSS というのはオープンソースソフトウェアですが、とは何かというときに、まあ、歴史を乱したり、なんか、その、立場を乱したりすると、まあ、いろいろと複雑なところあるんですが、一般的には、オープンソースソフトウェアの定義、OSD とか、オープンソースデフィニションとか書くことが多いですが、を満たすソフトウェアをオープンソースソフトウェアと書くことが多いです。で、これは大体10項目からなってまして、まあ、再販布、もらった人が、それを他の人に配ってもいいと。大自由。で、あとは、ソースコードをもらったら、そのソースコードを配ってもいいよと。ソースコードを、配る許可があるとか。あるいは、ソフトウェアのソースコードがあったときに、そこから派生、自分で編集したり、機能を付け加えたりしたものを、頒布してもいいと。で、現著作者のソースコードの完全性、いまいち意味がわからないかもしれないですけど、これは、まあ、なんだ。自分が書いたところと元の書いた人が書いたところがちゃんと分けられるようにしてねと。分かるようにしようと。元の、があればいいと。この項はですね、物理の人はよく使っている手譜ですね。クヌース先生が書いた手譜っていうのは、手譜のコードはクヌース先生が書いたものを編集しちゃいけなくて、で、あれはそれに対するパッチだけ配っていくようになってるんですよね。なので、建築者のコード、それ以外のコードはちゃんと分けられるというのも、ちゃんとこのオープンソースになるということからこれがあります。で、この辺から大事になってくるんですけど、特定人物や集団に対する差別の禁止。例えば、そうですね、例えば最近の、例えばイスラミックステートの人は使っちゃダメだよとか、そういうことを言ってはいけない。あとは、その、化学の方だと、まあ、本当かどうかはある程度不明ですけど、この人はガウシアン使っちゃいけないとか、そういうリストがあったりするようですが、まあ、そういうふうなことも、オープンソースソフトウェアとしてはやってはいけませんと。で、次6番、利用する分野に対する差別の認識。例えば、このソフトは、原子力関係では使わないでくださいとか、原子炉の設計には使わないでくださいといったような、利用する分野に、を差別してはいけませんと。で、ライセンスの権利配分っていうのは、ライセンスを誰かに与えたら、だからまあ、差別の禁止と似たようなものですが、そのライセンスは他の人にも与えられるようなものにないといけないというものです。で、特定製品でのみ有効なライセンスの禁止。まあ、このソフトウェアはこれとだけ組み合わせて
というような話はダメですよと。で、まあ、このソフトウェアは他のソフトウェアを使っちゃいけないと。まあ、本当、そうですね。あとは、まあ、10番の技術中立でなければならないと。まあ、まあ、どちらかというと上の方が大事なポイントですが、まあ、こういう定義があります。これも、もともとは Linux のディストリビューションの Debian というものが、Debian に含んでもいいソフトウェアと含んじゃいけないソフトウェアというのを分けるときに考えた、ものが DFSG というのがあるんですが、Debian Free ソフトソフトウェアガイドラインかなっていうのがあるんですが、まあ、そこから、まあ、そこと似たような形で、どういうものをオープンソースとしようかということを決めたのが、だいたい10年ぐらい前、2005年、4年、5年あたりだと思うんですけど、それ以来、この10項目はオープンソースのものだということで、この定義自体がそれから一切変わっていないので、この定義というのは結構ステーブルなものであるという、だと思います。はい。で、まあ何かですが、いろいろ立場の違いでいくつか略語があります。OSS、オープンソースソフトウェアの略ですか、だったり、そこに F がついて、FOSS、フリーオープンソースソフトウェアだったり、FLOSS、フリーリーブル&オープンソースソフトウェアだったりと。いったような、書き方がありますが、まあ、基本的にというか、この3つは同じもの、先ほどのこの定義を満たすものという意味では同じものです。で、現在その、まあ、本人たちが主張してたり、まあ、他の人が、これは満たしていると言ったりしますが、オープンソースソフトウェアのライセンスというのは、だいたい2000種類ぐらい、あると言われています。これが確か2年ぐらい前の話をちょっと引っ張ってきたので、今だともっと多いかもしれませんが、これ言われているだけで本当に誰か数えた人がなかなか難しい話なんですが、で、その中で、このオープンソースの、opensource.org をやってて、この定義を最初に出したところがオープンソースイニシアチブというのなんですが、まあ、そこが承認したオープンソースのライセンスというのは、まあ、その中の70種類です。で、実際は、トップ5、5種類のライセンスで、全体のソフトウェアのシェアの大体 75% を占めています。なので、まあ、大体この5種類、まあ、もうちょっと言えば10種類のライセンスを知っていると、まあ、シェアとしてはこれ9割以上になるということです。で、オープンソースのソフトウェアのそのライセンスがいっぱいあるわけですが、まあ、その中を、まあ、いくつか分類をしたいというときに大事な概念で、コピーレフトという概念があります。コピーレフトっていうのは、これ、まあ、もうだいぶ20年ぐらい前になるんですかね。ぐらい、もっと前かな。20年ぐらい前か。うん、ぐらいから出てきて、用語で、まあ、英語のコピーライトというのが著作権だったので、まあ、それとライトとレフトをかけて出した、造語です。まあ、レフトは、まあ、左だったり、まあ、なんだ、話すといったような意味がありますが、この概念っていうのはソフトウェアの利用者が、まあ、ソフトウェアを利用していてなんかバグがあったりとか、まあ、こんな機能を付け加えたいとかいう形でソースコードを改変した際にその改変部分のソースコードは公開しなさいと開示を義務付けるような性質のことをコピーレフトと言います。で、あとあるいはソフトウェアの利用者が他のソースコードと組み合わせて、まあ基本的にこれはリンクと言いますが、まあ、組み合わせて新しいソフトウェアを作る、頒布する際に、他のソースコードも同じような、ライセンスでの開示を義務付けるかどうかと。
言った、まあ、2種類のところがあります。これは、まあ、後で出てきますが、グニューの GPL という、グニューのジェネラルパブリックライセンスかなというので、最初に主張されたもので、ソースコードをなんか独占っていうのは、なんか、ソフトウェア最初にオープンで例えば GPL でもらったものを、なんか、ある会社なりなんなりで改変をして、それを、まあ、売るなりなんなり、GPL だらしてもいいんですが、したときにその改変したところがどうなってるかっていうのは分からなくて、どんどんそのソフトウェアが、乗っ取られていくといったようなことが独占とか言いますが、を排除する目的で、まあ、コピーレフトという概念が出てきました。後でちょっと話しますが、大次元計算分野では、GPL のコードが多いです。ほとんど GPL 関連だと思っていいです。が、オープンソースなものはほとんど GPL なんですが、これは、まあ、大次元計算の分野では、自分のしたい計算をするために、まあ、ちょっとコードを付け加えて書くといったようなことがあるようなんですが、まあ、そういう時にそのコードが、まあ、その研究室なんないで、まあ、なんか公開されずにそのまま積み重なっていく。まあ、実際はその完全に公開しろというところまではなかなか義務付けるのは GPL だけでも難しいんですが、まあ、それでもまあクローズドな、防止するって間違いですね。追加コードの公開を、まあ、推進というか、公開するような方向に、持っていくといったような効果があると。ために、まあ、この GPL を使っていたんではないかというふうに思っています。で、そのコピーレフトという概念を考えると、OSS ライセンスの類型というのは、まあ、3つに、大体3つに分かれます。コピーレフト型ライセンスといったもので、代表が GPL です。これは改変部分のソースコードも開示しなきゃいけないし、そのリンクしたりなんだり、他のソフトウェアを作った時のソースコードも開示しなさいといったライセンスです。で、純コピーレフト型ライセンスで MPL と書いてあるモジュラーパブリックライセンスがありますが、まあ、最近あんまり使われないので、この2番あんまり説明しません。で、非コピーレフト型ライセンスといったもので、まあ、代表、BSD ライセンスと今書いてますが、今ほとんど代表は BSD よりも MITX ライセンスなんですが、まあ、そういうものは、ライセンスがありまして、これは、改変したとしても、そのソースコードの開示は、まあ、必要ないと。まあ、したら、したで、なんだ、喜ばれたりしますけれども、まあ、必要ではないと。絶対しなきゃいけないわけではないと。さらに、他のソフトウェアとリンクさせたりしても、そこの新しいソフトウェアを作ったとしても、そこの部分のソースコードの管理の必要もないと。だような、すごい、パーミッシブ、だったりとか、アカデミック、まあ、BSD っていうのはこれは、もともとバークレーソフトウェアディストリビューションの略なので、カリフォルニア大学バークレー校のライセンスだったり、まあ、MIT ライセンスっていうのもここのに入りますが、これもまだまあね、大学 MIT から出たからという意味で、アカデミック型と言われたりすることが多いですが、まあ、といったようなライセンスが、あります。で、オープンソースというところがやっているライセンスで、まあ、主要なライセンスと挙げられているのが、まあ、この中で10個挙げられています。で、このアパッチライセンス、これは結構、まあ、おすすめで、後で説明しますが、まあ、アパッチライセンス、あるいはこの BSD、3条項、3クローズ、って言ったり、ニューって言ったり、ディバイストって言ったりしますが、まあ、この3つ、どれ言っても同じことですが、3条項 BSD ライセンス、2条項 2クローズって言ったり、シンプリファイドって言ったり、フリー BSD って言ったりしますが、まあ、2条項ライセンス。まあ、これと、この MIT ライセンスっていうのは、まあ、基本的にはその一番下の非
非コピーレフト型のライセンスです。で、また説明したGNUの GPL、General Public License、っていうのは、まあ、コピーレフト型ですね。まあ、モジュラーとか、まあ、CDDL とか EPL とかはあまり説明しないです。まあ、主要なライセンスとしてはあります。で、主要なライセンスの、すいません、日付書いてないですが、大体、今年の11月になってから取ったやつですね。あと、これはトップ20のライセンスが書いてありますが、大体 23% ぐらいですかね、MIT ライセンスがあって、その次のまあ 20% ぐらいが GPL 2.0 で、で、アパッチライセンスが、まあ、やっぱりその次。で、次 GPL 3.0。まあ、後で説明しますが、まあ、バージョンがあるんですが、この 3.0 が 10% ぐらい。で、第5位の、これは BSD の3条項のやつですね。を入れると、もう5個で 75% を超えると。で、GPL が1個だとすると、まあ、もう一つ足されるのが、LGPL ですか。まあ、これもまあ、GPL と似たようなものなんで、まあ、その次がアーティスティックライセンスですね。まあ、ここまで入れるともう8割とか9割とかになっちゃうという形で、ライセンスが増えています。で、実は、このグラフは、2009年のデータというのが、ちょっとここには載せてないですが、ありまして、その時には、GPL2 っていうのが、まあ、一番多かった時代というのがあります。なので、ここ5年ぐらいで、この MIT ライセンスというすごいパーミッシブな、許容的なライセンスというのがすごいシェアを伸ばしていて、だんだん増えているという話です。まあ、この話についてもちょっとで触れたいと思います。GNU General Public License GPL というものの説明です。で、まあ、歴史を言うと、一番最初にバージョン1というのが出たのが、まあ、1989年ですね。もう、26年前ですか。で、まあ、それから2年後ぐらいにバージョン2というのが出て、これがまあずっと使われていたわけですが、2007年にバージョン3がリリースされました。で、バージョン3になった時の特徴は、DRM。デジタルライツマネジメントですが、は、ふさわしくないと、GNU、あるいは、FSF と言いますが、フリーソフトウェアファウンデーションというところをやってるんで、それ言いますが、まあ、よく言うので、まあ、そのための条項が入っています。あと、ソフトウェアに、最近、ここ10年ぐらいですね、だいぶ特許が認められるようになってきたんですが、このソフトウェア特許というのも、自由なソフトウェアの普及を阻害するというので、GPL の人たちは反対しているので、まあ、それに含まれたような条項が入っています。よく、注意点として GPL 感染といったことが言われます。GPL のコードを、まあ、コピペしたり、まあ、リンクしたりすると、それ全体のプログラムを GPL で公開する必要があるという話ですが、これは半分本当で半分嘘です。ソースコードを渡さなきゃいけないのは、その全体のプログラムを、まあ、買うなりなんなりした人だけなので、まあ、次のページで言いますが、第三者にまで、プログラムを全部渡さなきゃいけないというようなことがありません。ただ、これがなかなかですね、次の項が、よく、特にそのアカデミックの方で GPL を使っていると、ちょっとなーなーなっちゃって間違うことが多い話ですが、GPL1,2,3 っていうものは、まあ、バージョンが違うものではあるんですが、それぞれ別個のライセンスです。で、それぞれ互換性はありません。で、GPL の元々のその、なんだ、条文のまま、自分のソフトウェアに適用したとすると、GPL2 の時代は GPL バージョン2 or later って書いてあったので、2か3を、選べるようになってたんですね。そのために、互換性があるように見えたわけですが、まあ、それぞれのライセンスはそれぞれ、別個です。
例えば、Linux のカーネルとか、MySQL といったデータベースのソフトみたいなものは、GPL2 を明示的にしていて、GPL3 では使えません。なので、GPL3 のみのものと、2のみのもの、ライブラリがあったら、それは実はリンクして使うことができないといったようなことがあったりします。ので、注意してください。で、まあ、さっきも言いましたように、GPL というのは、フリーソフトウェアファウンデーション。フリーは自由のフリーですが、FSF といったところで、まあ、このライセンスが管理されています。で、さっきも言いましたように、これはコピーレフト型のライセンスです。で、概要も、まあ、コピーレフトそのものなんですが、まあ、著作権が放棄しないで、著作権者を持ってるよということを書いて、プログラムの改変ももちろんしていいと。で、複製して、再反復、さらに配ってもいいよと。で、改変したらそのものは GPL で配らなきゃダメだよということです。で、ね、注意しなきゃいけないのは、このソースコードを提供しなきゃいけないと。改変物を GPL で反復しなきゃいけないというのはそういうことですが、というのは一次ユーザーのみです。例えば、その著作者が、ベンダーが、まあ、利用者がいて、まあ、利用者はこの再反復していいので、第三者に配るわけですが、ここで、ベンダーは、ソースコード出さなきゃいけないのは、この利用者に対してだけです。利用者がもう、第三者に配るのを止めることはできないんですけれども、差し止めはできないんですけれども、まあ、全く、その、元々の、ソースコード、まあ、ソフトウェアを売ってたとして、ベンダーから買ってないような第三者は、ベンダーからソースコードをもらうことはできません。これが GPL の、話ですね。なので、今でもその GPL2 だけというソフトウェアがあったりするので、まあ、GPL にはしたいけれども、まあ、そこからさらにあまり細かいことを気にしないという人であれば、GPL2 はレーターとすると、多くのソフトウェアがハッピーになれるというのが、事実だと思います。ただ、FSF としては、GPL3 はレーターと書いてほしいというふうに、主張はしております。はい。で、パーミッシブなライセンス、非コピーレフト型ライセンスで、まあ代表例として上がってくる、よく出てくる BSD ライセンス、BSDL というものがありますが、これが最近あまり使われなくなっています。これは理由がありまして、ライセンス、BSD ライセンスって言った時に種類がいっぱいあります。さっきも言ったように、オールド BSD ライセンスというのはなんか、4条項、なんか条項が4つあったんですね。で、これは、1999年に廃止、オフィシャルに廃止はされたんですが、このライセンスを使ったソフトウェアっていうのは今でもいくつかあったりするので、まあ、フォークローズ BSD ライセンスっていうのもあったりします。で、これが、宣伝条項っていうのがありまして、これが GPL と非互換で、この BSD ライセンスってすごい緩いライセンスのはずなのに、GPL のプログラムと一緒に、一緒にすることができないといった問題がありました。それで、1999年に新しく、その4条項の第4条目を削ったのが、3 Close BSD ライセンスで、これまあ、イコール New BSD ライセンスといったものと同じです。で、さらにこの3つ目の項まで減らしちゃって、2 Close BSD ライセンスっていうのもあります。FreeBSD や NetBSD なんかはそのライセンスを現在使っています。が、BSD ライセンスって書いたときに、まあこの辺、どれなのかっていうのが、まあ種類がたくさんあることがいいことなときと悪いことなときがあるわけですが、まあ結構悪いと思われていて、最近ではこの BSD ライセンスは使わず、MIT ライセンス、あるいは X ライセンスと、で、まとめて MITX ライセンスとよく言いますが、を使うことが多いです。で、MITX ライセンスというのは、本質的にこの2 Close BSD ライセンスと同じです。で、MITX ライセンスで、これは、まあ、MIT、マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーですが、
と、まあ、x.org、そうですね、あの、Xwindow のを開発しているところですが、が、基本的にライセンス分の著作権を持って管理しているライセンスです。で、まあ、基本的には BSD みたいなライセンスで、非コピーレフト型のライセンスです。で、これが、今のライセンスの選択の1位になってた理由っていうのはですね、GitHub、最近 GitHub がよく使われているんですが、GitHub でライセンスを選択するときの一番最初のデフォルトのライセンスになっています。で、まあ、緩いライセンスとして、緩いライセンスなんですけど、BSD みたいに、なんか二条項って言わないといけないなんてこともなくて、MIT が X ライセンスというのは一種類しかないので、あまり間違えられにくいということもあって、まあ単純で利用者が多いと。そういうふうになっています。で、まあこれも一応、そういう意味で利用者が多いという意味でおすすめのライセンスですが、もう一つおすすめなのがアパッチライセンスというのがあります。これは、アパッチソフトウェアファウンデーションっていう、アパッチっていうウェブサーバーですね。なったりだとか、まあ、そこでもう、例えばアパッチオープンオフィスだったりとか、アパッチ Java Tomcat とかいったような、まあ、Java の、アプリケーションサーバーですとか、まあ、結構大規模なソフトウェアを開発してたりする、団体ですけども、の、がちゃんと、その、作ったライセンスです。で、一応 BSD みたいな非コピーレフト型のライセンスです。で、なんか企業の方の利用が多いというのは、その BSD ライセンスというのはちょっとなんか、まあ、法律家が見るとなんか微妙な書きぶりだったりするんですよね。なので、そこら辺のその法律の抜け道みたいなものがちゃんと、塞いであるようなライセンスです。なので、ライセンス本文自体はかなり長いんですけど、例えば、自分のソフトウェアに適用するときには、まあ、その、詳しくはライセンス .txt を見てねと書けと書いてあったりするので、まあ、わかりやすいのかなと、ライセンスになっています。で、アパッチライセンスの 2.0 というのは、特許の条項があります。自分がライセンスしていて、その配布する OS、配布したときに、自分自身の特許が入っているときには、無償でライセンスしなきゃいけないとか、なんか、その、もらった人が、で、その、それが実は自分のところのライセンスを侵害してるんじゃないかといった形で訴えちゃうと、この特許のライセンスは、まあ、失効するといったような形で、まあ、特許で問題になったときに、まあ、一応助けになるような、事項が書いてあるということが特徴です。で、実は特許条項を含むために GPL2 とアパッチライセンス2は、非互換です。くっつけることができなくなっちゃっています。ただし、お互いのその法務部がやり合った結果、GPL3 とは互換があるということが分かっているので、まあ、GPL3 以降とアパッチライセンス2というのは結構おすすめのライセンスです。で、経路が変わってあんまり利用者は多くないんですが、これまで見た中で一番緩いライセンスとして、ブーストソフトウェアライセンスというのがあります。これはもともとその C++ のライブラリを開発しているプロジェクト、ブーストっていうのがあるんですが、まあそこでのライセンスです。で、これもまた BSD-like な非コピーレフト型ライセンスなんですが、明示的にですね、まあソースコードを配るときにはちゃんとライセンスを明示してねと。BSD-like っていうのはライセンスを明示してねと。で、もともとの、ソフトウェアの開発者は誰それだよっていうことが書いてあるわけですが、ソースコードの反復にはライセンスを明示してねと書いてあるんですが、バイナリを配布するときにライセンスを明示しなくていいよというふうなことが書いてあります。例えば Windows のそのソフトウェアを配布したときに、なんか、バイナリの起動時に、なんか、著作権が誰だ、ここの著作権誰だが持ってるみたいなのを表示しなきゃいけないというのはなかなか難しいでしょうと。例えば、ブラウザの Chrome ですとか、Firefox ですとか、で、Firefox についてとかいうところを開けると、なんか使われている BSD ライセンスのソフトウェアの、
コピーライトの一覧みたいなものは書いてあったりしますが、まあ、そういうことも書かなくてもいいよと、まあ、そういうめんどくさいところを作らなくてもいいよというために作ったのがブーストソフトウェアライセンスです。なので、もう自由に使ってもらいたくて、で、あまり制限をかけたくないっていう時には、ただまあ、クレジットはちょっと欲しいと。ちょっとだけクレジットがあればいいという時には、このブーストのソフトウェアライセンスというのがおすすめのライセンスです。で、ここまで言った BSD-like と、BSD みたいなライセンスというのがいっぱいあると言いましたが、実は、差異がいっぱいあります。で、この、1,2,3,4,5 っていうレベルがあったりとか、レベルの中でもちょっと違ったりしてるんですが、ここで、その、四角で囲ったところが、GPL 互換な部分です。基本的には、利用するソフトウェアの、利用する際に、明示しなきゃ、クレジットをするんですが、何をクレジットするべきなのかっていうのが違います。なんか、ドキュメントに謝辞、例えば OpenSSL の OpenSSL を使ったと書けとか、なんかそのソフトウェアを宣伝するときに、なんか広告のときにこのソフトウェア OpenSSL を使ってますと書かなきゃいけないとか、あるいは、それだけじゃなくて、まあ面積条項ですね。このソフトウェアのこの部分は、無保証ですとか、いったことを書かなきゃいけない。とりあえずドキュメントにさえ書けばいいとか、まあそういういろんなレベルがあります。なので、まあ緩い、そういうのが緩い方が、まあ他の人が使いやすいという面では、ブーストだったり、MIT だったりと、いったあたりというのが、なかなか、おすすめのライセンスになるということになります。で、ここまで、オープンソースライセンスについて述べてきましたけれども、最後に、その他のライセンス。まあ、その他と言いつつ、まずは、物質科学の方で利用されるオープンソースソフトウェアの、まあ、一覧じゃなくて、まあ、例みたいなものですが、まあ、システムソフトウェアレベルでは、まあ、Linux のカーネルは GPL ですし、GPL2 ですし、Apple の MacOS では Darwin っていう、まあ、コアが動いてまして、実は今でもこれは APSL。アップルパブリックソフトウェアライセンスかなというもので公開されています。コンパイラーは、まあ、GNU が GPL だったり、クランという新しい、のが作られていますが、これは BSD-like な、イリノイ大のライセンスがだったりします。OpenMP の実装も、まあ、GPL のものと、Intel が BSD のものを出したりとか、MPI も、まあ、OpenMPI も MPitch も BSD-like ですね。で、ブラスラパックは、まあ、独自ですが、あれはオープンソースということになってますし、高速化実装の OpenBlast だったり、Atlas といったものも、まあ、BSD ライセンスです。で、その上のアプリケーションソフトウェアのところでも、オープンソースソフトウェアのものはいっぱいありまして、第一元の方だと、BSD-like なライセンスのものは、Python の PySCF だったり、分子研の石村さんがやってるスマッシュだったりといったものが、BSD-like な、スマッシュはアパッチですね、ライセンスです。GPL のものはいっぱいありまして、まあ、VNIT、CP2K、ElkExciting、まあ、ここに書いてある、日本の OpenMX もそうですし、Xtap もそうです。で、競争関係や有効模型の計算ですと、DMFT をやる TOEICS といったものですとか、DSQSS、この間リリースされたばっかりの H5 なんかは GPL ですね。あ、すみません。あと6個は GPL じゃなかったですね。すみません。で、ここで書いているように、この太字で書いてあるのが CMSI で関係されているソフトウェアです。で、他にも無償なソフトっていうのはいっぱいあります。例えば、Alps は、GPL 類似、ほとんど GPL そっくりのライセンスになっていますが、論文引用を義務にしているので、これは実はオープンソースライセンスではありません。あるいは、第一原理の方で、フェーズゼロというものがありますけれども、これは、商用利用とかは特に問題はないんですが、複製したり、
反復したりするのが禁止になっています。あと分子の方で、よく使われる量子化学のゲームス、アメリカの方でのやつですね。ゲーム US の方は、論文引用を義務にしてたり反復禁止にしてたりするので、無償ではありますが、これはオープンソースではありません。またヌミカルレシピという本がありますが、あれもなんだ、その使うのは構わないけれども、それを再販他の人に配ってはいけないと、ヌメリカルレシピに書いてあるので、これはヌメリカルレシピのアルゴリズムをそのまま使っ、そのままコピペしたものはオープンソースにできません。で、オープンソースでないOSS でないもののライセンスを使ったソフトウェアというのは、いちいち全部調べて個別に処理をしなきゃいけなくなります。そのため、どういうことかっていうと、コンパイル済みのバイナリの反復、例えば Debian とかだと全部で、パッケージソース6万とかあるのかな。だからそれぞれ6万も調べてられないので、まあ、オープンソースのもの、自動でできるものだけ反復しましょうということになっているわけですが、なったりとか、スパコン等へのインストールというのも全部調べておかなきゃいけない、コストがでかすぎて難しくなっているなります。ので、ライセンスというのは、基本的には、オープンソースで、よく使われているライセンスをやりましょうというのが一番言いたいことなんですが、結局何を選ぶべきでしょうかと。で、まあ、その前に、公開したことが、その、ソフトウェアの開発者の評価につながってくれないと、よくないわけなんですが、そのためには、まずは、まあ、当然ですが、まあ、実装されている手法の論文が、引用されないことにはやはり評価が難しいので、その論文が必要です。で、なんか10年ほど前まではなんかそのソフトウェアの論文っていうのはなかなか難しかったようですが、現在ではまあそれに向いたというか、それに合わせたような論文誌というのも出てきて、ソフトウェアの論文というのがいっぱい出てくるようになってきます。で、注意しなきゃいけないのは、オープンソースソフトウェアにするには、まあ、論文を引用してもらいたいわけなんですが、一応義務になってはいけないということがあって、だから、must と書いたりしてはいけないと。なので、まあ、please と書いたり、should ぐらいまでだったら許されるというのが現状です。で、まあ、そう書いたから、まあ、別に、論文引用、使ったけど論文なんか引用しなくていいよねとか思われてしまうと、なかなか、難しいわけなんですが、まあそういうためにはやはりコミュニティの良識が必要ですね。やっぱり使ったらそれをクレジットするということを、やはり、皆さんに伝えていくということが大事なんじゃないかというふうに思っています。はい。で、ライセンス選択の勧めと書きましたが、まあ何度も言っているように独自ライセンスはできるだけ選択しないということが、大事だと思っています。で、これは、先ほど出た、講座に第5章を書いている山根さんという方のコメント、言葉なんですが、ライセンスというのは、プロトコル、お約束です。はい。有名なものだったら、例えば、MIT と GPL はくっつけられるとかいうのは、もう、みんなが知っているわけなので、まあ、そのライセンスが、その、メインのものであれば、お約束であれば、お約束のものであれば、もう、調べる必要もなく、まあ、これはやっていいとか、やっていけないということが、多くの人が分かるわけですね。そのため、個別に処理が必要、個別になんか調べたりしなきゃいけないソフトウェアというのは結局使われなくなって、いっています。というのも、やっぱり、例えば Debian とか Ubuntu とかで配布されないような、最初から配布されないようなものっていうのは、なかなか難しいということです。もう一つの、考慮の基準として、例えば第一原理計算コミュニティで標準になっているものを選ぶということがあります。先ほど見たように第一原理計算、特に物性分野の場合ですと、スタンダードになっているのは GPL ばっかりです。GPL ばっかりです。バージョン2か3かといういろいろ問題はあるんですが、一応、GPL がスタンダードです。なので、GPL と互換性があるライセンスだと、みんなあまりその
気にすることなく GPL は GPL として使えるので、選ぶとするならば GPL が一番のおすすめです。で、さらにその汎用性が高いライブラリですとか、もっと緩いライセンスで、まあ企業ともっとやっていきたいとか、そういうふうにあれば、GPL と互換性がありながらも、より緩いライセンスで、例えばアパッチですとか、BSD ライセンスですとか、そういったもので、まあもちろん MIT ライセンスでもいいんですね。そういったもので公開するというのがおすすめです。一応これが最後のページみたいな、まあ一応まとめとしては、ライセンスというのは著作権が元になっていて、で、著作権の行使、著作権というのは全部その、オールライツをリザーブしてしまうと、誰も使えなくな、他の人が使えなくなってしまうので、それを、これだったら自由に使っていいよというのがライセンスです。で、オープンソースソフトウェアというのは、オープンアクセスジャーナルとソフトウェア版であります。で、まあ、特許のコールだけする場合は、GPL と Apache の 2.0 しか選択肢が、GPL3 がしかないので、まあ、それを選択してください。はい、以上です。